皆さんこんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回も北村先生をお呼びして飛鳥の古墳の魅力について聞いていきたいと思います。北村先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回は光玉天皇斉明天皇陵ということで。そうですね、はい、お願いします。まあ、八角墳を話題にしておりましてね、はい、これもまた八角墳ということで、はい、天皇陵じゃないかと言われている剣後静香古墳でございますね、はい。まあ、何事も断定というのはできないんですけども、まあ、大半の学者が剣後静香古墳イコール斉明陵と、はい、まあ、考えて、まあ、論を進めている節がございましてね、はいはい、まあ、それほど、まあ、信憑性の高い、まあ、ものでございますね、はい。でその剣後静香古墳ですね、はい、ちょっと位置からまず見ていきましょうね、はい。まあ、これはいつもよく使っております飛鳥の地形図でございますけども、はい、まあ、その中に古墳を描いております、はい。まあ、どのような地形の中に古墳が営まれたかというのがよくわかる地形図でございましてね、はい。でここでございますね、まず、はい、ここに剣後静香古墳がございます、ね、はい。でよく見るとこういうふうな谷ですね、白いところは谷でございますが、谷はずっと遡っていった、まあ、突き当たりの北の方からこう出っ張ってくる、この尾根の上にドンと乗っかってる、まあ、私が言う谷オーブ、はい、突出型の、はい、まあ、立地でございましてね、はい。まあ、私の、まあ、観点からしましても、大王陵クラスといいますかね、天皇陵クラスの墓であることは間違いないなということでございますね。そしたら地形的にも、まあ、天皇の風格があって。そうですね。でその内容としてはどうなんですか。そうですね、はい、まず八角墳であるということが大きな決め手にはなるんですけど、ね、はい。まあ、この八角墳は、まあ、除名陵ですね、光玉天皇の旦那さん、斉明天皇の旦那さんの、はい、まあ、お墓でございますけども、そして、この剣後静香古墳で、それからあとその息子さんの中野江の御子といいますか、天智、はいはい、天皇陵も八角墳、はい、ですからそのあたりの時代の、はい、天皇陵ってほとんどが八角墳ということでございましてね、はいはい。まあ、その流れからして全然不思議じゃないと、斉明陵としても不思議じゃないということでございますね、はいはい。それとですね、これ大きな決め手になったんですけども、はい、発掘調査によってその石室の前ですね、はい、からもう一つの石室が出てまいりましてね、はいはい。まあ、それが飛鳥石といわれる石英戦力岩ですね、はい。それをくり抜いたですね、まあ、やんごとなき、人の墓の匂いのする、まあ、そういったものが出てまいりまして、はいはい、ポツンと、はい。でそれが日本書紀に言う、まあ、いわゆる斉明天皇と、まあ、その娘さんの箸人の姫御子の合葬陵であり、また同時にその陵の前に、まあ、いわゆる天智天皇の娘さん、うん、大津の御子のお母さんですね、はい、太田の姫御子ですね、はいはい、お葬ると書いてるわけですね、陵の前にと、はいはい、この陵の前にそれらしきものが出てまいりましたので、はいはい、もうこれはもう斉明陵しかないと、まあ、ほぼ決定打が出たかなというところでございます ね、 ですね。石材は、まあ、いわゆる二条山の凝灰岩でございましてね、はい、ただそうかなり大きな石をですね、はい、キューブをこうくり抜きましてね、はい、で一つの入り口をど真ん中にこうくり抜いて、はい、で中が二つに分かれているという、まあ、そういうものでございます。いずれにも干渉とか干台と言われるちょっとこう、ね、突出した台を設けましてね、はいはい。まあ、その上に強調感と言われる、まあ、聖徳太子墓のところでも申し上げましたけども、はい、漆と麻の布ですね、はい、それを交互にこう重ねていってプラスチックのような硬質のですね、うん、軽い素材を作っていくと、うん、で、まあ、最終的にその上にきれいな漆を塗るわけですけどね、はいはい。まあ、それプラスアルファですね、以前の発掘調査におきまして、はい、まあ、このぐらいの六角形といいますか、はい、亀甲型ですね、はい、亀甲型の尻尾焼きが出ておりましてね、しかもそれがかなり大量にあっただろうと推測されておりましてね、はいはい。でもしかするとその漆の缶の表面に、まあ、いわゆる亀甲型の尻尾ですね、はい、尻尾焼きをですねいっぱいこう縦横に敷き詰めたような、張り詰めたようなですね、はいはい、そういう、 もう本当にもう前代未聞の、まあ、いわゆるお缶であるとあ、まあ、その頃からこれもしかしたら斉明陵じゃないかと言われてたんですけども、はいはい。まあ、発掘調査で八角形墳であることが分かりまして、しかも今申し上げた、ね、はい、太田の姫御子の、まあ、墓らしきものも出てきたと、うん、もうこれは決まりだなと、全てが辻褄が合うわけですね。そうですね、うん。まあ、最高級のお棺の周りにそうやって尻尾焼きの飾り金具があるということ で、はい、 でね、その尻尾焼きというのも日本でそれが初めての例と言われてますよ ね、 すね、はいはい。まあ、非常に美しいものですね。まあ、復元すると本当に美しく、まあね、仕上がった感じでございますけどね、はいはいはい。墳丘も復元されまして、
それがですね、去年のまあ3月にまあリニューアルオープンと、はい、今の言葉で言えばそうなりますけども、はい、まあ、いわゆる元の姿に、まあ、発掘調査であの方は分かっておりますのでね、はい、その調査成果をもとにですね、業界岩の板石ですね、板状の石をこう辺の木の上に張り詰めていただろうということで、そういうふうな形で仕上げられてますね。ただそうしましたら、なんかもう古墳のイメージからもう本当にこうかけ離れたものが出来上がりまして、ね、宇宙ステーションじゃないかと思えるようなものですね、はいはい、これまあ皆さんお連れしてですね、もう最後の角を曲がると見えてくるわけですけどね丘の上にどんどん乗っかったその宇宙ステーションらしき古墳が見えてきた瞬間に皆さんやっぱり声を上げられますね。おっと、そうですね、まあ、作ってよかったかなと。まあまあいろいろとこうね、ご意見もございますけどね、はいはい、まあ、元の形を復元するっていうのはやっぱり意味のあることでございますので、まあ、それとあの墳丘は全然こうあのいじってないといいますか、はい、傷めてはございませんので、はいはい、むしろそれをこうね覆って保護するための保護施設だと思っていただいたらよろしいかなと思いますね。その作られた当初ってすごい真っ白けで、なんか人工物いかにも作ったなみたいな感じでしたけど、ね、はい、だんだんなんかグレーになってきて、そうですね、落ち着いてきましたね、はい、でいずれペンペン草が生えて木が生えてという、まあ、またあの、ね、よくある古墳の姿に戻ってしまうんでしょうけどね。繰り返すわけですか。でもその頃には我々おりませんから心配なさらん、はい、はい、で近くに松田の岩船という、はい、そうですね、はい、これがまたよく言われることでございましてね、はい、あの松田の岩船はもともとこの辺りのこの丘の上にあった岩石ですね、はい、あの飛鳥石なんですけどね、はい、あのところどころポコポコとそういう大きな巨岩がですね、ありましてね、はい、でそれを使って、まあ、くり抜いて、うん、まあ、2つの石室を作るようなそういう、はい、まあ、風情がございましてね、はいはい、でひっくり返しましたら石室の入り口ですね、はい、その上にこう屋根がかかるような、まあ、姿に、まあ、うん、あの掘ろうとしているのが分かります、はいはい、うん、まあ、以前はいろいろとこう説もございましたが、まあ、最近では、まあ、いわゆる作りかけてもうやめてしまった採明量の石室じゃないかと、うん、まあ、言われておりますね、はいはいはい、だから増田の岩船は飛鳥石を使っているけれども、剣後静香古墳の方は二条山の業界岩、はい、そうですね、ですね、まあ、どちらかというと採明天皇にしたらあの飛鳥石使いたかったでしょうね、まあ、彼女はそういう飛鳥石大好きですからね、はい、まあ言っちゃ悪いんですけど二条山の業界岩は、まあ、ちょっと、まあ、質が落ちると言いますかね、まあ、高松塚とかキトラにも使っておりますけども、やっぱり風化がしやすいというのが、ね、ありましてボロボロになりやすいですね。ですからあのその石室石格を守るために周りにですね、あの16石のですね、まあ、いわゆる豆腐状の石をこう積み重ねましてね、はい、石室を守るということもやっておりますね、うん、そこまで気を使わないといけない石であったということですね。でそれに関連しましてね、はい、まあ、あの日本書紀の記述の中に斎明、天皇と橋彦の姫御子とそして太田の姫御子をですね葬ったという記述の後にですね、中野江の御子後の天智天皇がですね石格と書きましてね岩木と呼ぶんですけども、はい、岩木の枝地つまり、まあ、工事をですね、はい、やめようと、うんうん、でそれはなぜやめるかというと人民を煩わせたくないからだということですね、うん、大変なことになるからもうやめませんかという提案をされて、はいはい、でやめた結果が今の、まあ、二条山の業界側になったということですね。やめたといっても全然あの全てやめるわけにいきませんのでね、はいはい、まあ、一番手軽なものになったということですね。それならばね、斎明天皇がご所望のものが、ね、大きかったということになりましてね、はい、でご所望のものが、まあ、いわゆる松田の岩船だったんじゃないかという説が一般的に唱えられているということでございますが、ここで一つの問題がございましてね、はい、その掘りかけた石室ですね、はい、の底のところにひび割れが入っておりましてね、はい、でそれ今でもこの底からこう水が漏れて、片っぽには水がたまらないというね、うん、そういう現象ございますけどね、はいはい、ですからこれ石工さんがその石室の掘ってる最中にそのひび割れを発見したんじゃないかと、うん、そうなりましたらこれ以上掘ったらこれも石割れますせと、うんうん、まあ、そういうふうな、まあ、いわゆる報告をしてやめたんじゃないかと、はいはい、途中でやめてますのでね、はいはい、ですから斎明天皇にしてみたらちっとせっかくあの石にね収まりたかったのにと、はいはい、ところがおかしな話でしょ、はい、でそこからだいぶ時間がございますのでね、はい、以前その、あの石室を作ろうとされたと思うんですけども、はい、その工事をやめなさいと、うん、やめましょうと中野江の御子は言われたわけですね、はいはい、じゃあ途中の間をつなぐその石室はどこにあるのだという話になりますね。そこで、まあ、私だけじゃないんですけども一つの説がございましてね、はい、
それが兵庫県の高砂市にございます、まあ、大志子神社のご神体になっております石の宝殿という、はい、まあ、立山石なんで、まあ、立山をこうくり抜いて、はい、こうそういうふうな、まあ、大掛かりな石室を作ろうとしているものが石の宝殿と言われるものでしてね、はいはい、これもひっくり返せば家になるという、はい、屋敷になるようなそういう風情がございましてね、はい、穴2つ作るとまさしく増田の岩船と同じような形になると、はい、巨大な石でございますね、はい、でそれをやめろと言ったんじゃないかと、まあ、これ不動機には守谷の石室みたいなこと言われてるんですけどね、あ、まあ、ただちょっと守谷とはね、守谷とは時代が違いますのでね、はいはい、まあ、どっかで伝承ですのでね、まあ、そこは生じたんじゃないかと、わけがわからんからと、はい、まあ、いわゆる工事ストップしてしまうともう誰の墓かも分かりませんのでね、まあ、そのことが、まあ、まことしやかに伝えられたんだと思いますが、はいはい、もしかするとその石の宝殿が途中をつなぐですね、はいはい、まあ、いわゆる飛鳥石、立山石、そして二条山の行界が、まあ、ワンツースリーで今の、まあ、姿に収まっているという、まあ、そんな感じで捉えていただいたら面白いですね。またこういう話を聞くとどっか行きたくなりますよね、はい、確かに松田の岩船も見とかんとあかんと、はい、西の方でも行かんとあかんと、まあ、ツアーがまた成立しますので、そうですね、はい、古墳時代とか飛鳥時代通して二条山の凝灰岩で立山石で飛鳥石っていうのはよく出てきますの で、 そ、 うです、ねね、それを実際にまあ石を見比べたりっていうこともできますし ね、 すね、いろんな見方ができると思いますので、はい、ぜひ皆さん3カ所全部回って斎明天皇を感じていただくと、そうですね、できれば我々のツアーで、あ、そうですね、はい、それが一番でございます、よろしくお願いします、はい、では北村先生ありがとうございました、はいはい、次回は天武天皇、持統天皇、こちらも八角形の、ね、そうですね、もう典型的な八角形、はい、八角墳でございますので、ね、はい、お楽しみに、はい、では次回もお楽しみにご覧ください、ありがとうございました。